その行間とか深みとか余韻とか鑑賞後感とかね、そういうものを求める観客にはもう絶好の映画だと思うんだよね、うん、福岡と柳川どっちがお気に入り？シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は柳川について語ってまいりたいと思います。それでは早速 T さんいかがでしたでしょうか？はい、すごく美しかったですね。場所もだし、主人公の女性もすごく美しく、うん、いい兄ちゃんね、いい兄ちゃん、そうで、なんか福岡の時お話しした時なんかそんなに福岡っぽくない感じだったけど、なんか今回はその柳川の魅力というか、うん、わあ行きたいってより思いましたね。綺麗でした、はい、なんかね、日本のベニスって言われる、うん、で、ね、船がね、ずっと出てきて、あ、水路みたいになってるから、なるほどベニスってこういうことかって、まあやっぱり地方都市を美しく撮ってるとね、竹内さんいつも言うけど、旅行でそこ行ってみたくなりますね。なりますね、やっぱり画面が美しくて非常に繊細に作られてるので、まあ、お話も福岡見てこれ見て両方とも味わいのある、しかもちょっとね、あ、ここにちょっとつながってんのかみたいなところが一瞬あったり、明らかに福岡の延長上の上で柳川撮ってるよね、はいはい、ありましたよね、それを見るのが2本見てなかなか楽しかったですね。でも福岡は韓国の、ね、俳優さんで、これは中国の俳優さんだから、はい、やっぱちょっと色合いが変わるよ ね、その辺がなかなか見ててね、面白いっていうか楽しい、しかも福岡では出てこなかった象形の、かつての恋人がここでは出てくるんで、そうなんですよね、でこれにまた日本人キャストも絡んでくるから、やっぱり福岡の延長上に柳川があってっていうのは楽しめるよね、はい、じゃあ竹内さんはいかがでした？いやもうほぼ今いやだからさ、俺が振る前に喋り始めてるからだって俺相槌打たないと2人で喋ってるんだから、まあ T さんのところは邪魔しないけど、サコちゃんのところは邪魔しないから、でもこれもあんまネタバレ的にはまああるっちゃあるんで、じゃ あ, 一応じゃ あ, あるっちゃあるけど、いやいや、その前に今ちょっと言うけど、はい、言ってください。じゃあやっぱなんだろう、不思議な世界観だよね、やっぱ韓国映画って、ね、やっぱ世界的には、推しの強い、豪腕なね、エンターテインメントってイメージがやっぱ強いし、韓国映画ファンの多くはやっぱりそういうのを求める人もいるけれど、まあ、これはもちろん中国映画ではあるんだけど、この監督が、中国朝鮮族の3世なんですよね。中国朝鮮族の3世なんだよね、だから非常に出自がね、そうなんだよね、非常に、だから福岡は韓国映画で、まあ柳川は中国映画っていうなんか風合いが強いんだけど、非常にだから面白いよね、ということで、その福岡はちょっとかなり幽玄な展開になるんだけど、こっちは最後まで割と現実的でね、しかも逆にだからこそ後半のショットとかもね、面白かったし、じゃあネタバレしますか、はい、ネタバレします。歌じゃなかった、ね、歌じゃないね、はい、いや、いうことで、なかなかなんだろう、美しい柳川のね、世界で異邦人がその時間を費やしていく、その異邦人が、時間を費やしていく旅人の物語である、これがやっぱりなかなかいいよね。人間の関係値はちょっと似てますよね、てかほとんど延長上にあると言って過言ではないと、だって主人公のまあ兄弟2人が1人の女の人を愛しちゃって、それでその人が福岡に行っちゃってる、柳川に行っちゃってるから、すいません、福岡県の柳川に行ってるから、そうちょっと追いかけていくっていう、まあその前にね、弟が癌でもう末期って分かってるから、もう最後の旅っていうのもあるじゃないですか、そうなんだよね、でしかもお兄さんにそれを言わずに柳川に行こうって、しかも多分ほぼほぼ最後まで言わなかった、言ってないよね、だから見てる方としてはどっかで言うのかなと思って見てるんだけど、いや言おうとするんだけど、なんだよなんだよって言ってるけど言わないんだよね、なかなか言えなかったんだね、で行ったらその先に池松壮亮君の経営する、まあ民泊だよね、そうそう、日本家屋をね民泊にしてる、で彼もニーニーさん演じるね、彼女、チュアン、だからチュアンは柳川って書いてチュアンなんだよ、ね、そう、好きになっちゃってたね、だから四角関係みたいな、四角関係なんだよね、これがねちょっと不思議なのは、
今週課題作もう一つなんか四角関係みたいな。四角関係だった ねちょっと不思議ですね。3人の男と1人の女なんでこういう同じ週に ねシンクロがね、うん、しかも課題作に選んだものが2本ともそんなってちょっと不思議でしたね。不思議ですね、うん、でも誰とも結局うまくはいかないっていうね。いや本当はだから弟とうまくいく空気感は出たんだけど、弟はもうほら自分が死ぬことを分かってるから、うん、だからじゃあ2人でって言い出せないよね、うん、それね死ぬからね、うん、その辺がちょっとやっぱりなかなか情感があって物悲しいんだけどそれほど悲壮感はない、うん、あとサイドにやっぱ池松壮亮が演じている中山くんの、 その17歳の時に産んだ娘っていう、うん、これニノンちゃんがやるっていうね、うん、ここがまたサイドにもう一つ指導したのが面白いよね。そうそうだけどこの娘がさ、うん、階段登ってったら、うん、消えちゃうじゃないですか、うんうんうん、で人形がいっぱいあるじゃないですか、うんうん、俺あそこはちょっと怖くてこの監督はその福岡でもやってたけど、うん、ちょっと有限な世界と、うん、その現実の世界、うん、のそんなに切れ目というかその分からない部分っていうのを描くのは好きなんでしょうね、うん、きっとね。なんかお菊井人形みたいで怖かったんですよね、うんうんうん、そこね。でそしたらほら池松壮亮君はさ、うん、あのポスター失踪しちゃったからねポスター貼って娘探すっていうさ、うん、あやっぱりいなくなってんだっていう、うん、あの辺がちょっとなかなか面白い。面白いよね、うん、でも多分それは異邦人が見た柳川という土地の、うん、その現実世界と有限世界のどっかがスイッチが入ると一緒になるっていうね、うん、なんかそういう多分目線視点なんだろうなと思うんだよね。そこはちょっと福岡にも通じるところがありましたね、うん、そしてやっぱり面白かったのはここで終わるのかなと思ったら最後にエピローグがついてくるじゃん。多分これこのエピローグがあるのとないのだとこの映画の印象ってかなり変わると思うんだよね、うん、いう意味で最後にエピローグがあってその弟が住んでいた親から、はいはいはい、何もらった家が弟が死んだことによって、はいはい、まあ兄貴の夫婦がそこに手を入れようとして、うん、まあ売るのか自分たちは住むのか分かんないけど、うん、そこにニーニー演じるチュアがやってきて、ね、そしてその、亡くなった弟を忍ぶっていうね、うん、あのシーンがやっぱり、うん、結構この映画の解釈の根本になってくると思うんだよね、うん、意味でやっぱりなかなかあそこにエピローグがあるのとないのじゃ結構違うんじゃないかなと思って見てたけどね、うん、あのね布団も敷いてないマットレスがないベッドの上でね横たわってましたもんね、うん、ちっちゃいベッドだったみたいな、うん、あれがちょっとなかなか物悲しいね、うん、またあのでも奥さんの前でさやり取りが面白かったね、うん、それとは別にもうほら兄貴はもう怒りになっちゃうから、うん、ごまかしてるからね、うん、毎回ほらあの近くに住んでてあそうあのご近所さんだよあのドンもさへえドンもあれね隅に置けないわねなんて日本語訳がついてたけどさおかしいよねあれジョアンは、うん、池松壮亮君と一緒にはなれなかったんですかね。でも彼女が明らかにちゃんと言ってるようにあの池松君はいい人だけどその一緒にね人生を送っていく相手じゃないわねって言ってるよね。明らかにあれはだからドンなんでしょうねあの時点では、ね、一番好きな、うんうん、だからドンともしかしたらやっていけるかなと思ったらドンが死んじゃったっていうことでやっぱりそのドンを思いながら自分の人生も思ってるエンディングっていうことだと思うんだよね。でしかもその思い方をどう思うのかは観客の勝手っていうことになるので今僕が言ったような解釈も僕の解釈であってまあ、 あの見手によってどういうふうに解釈するかは別々ってことだと思うんだよね、うん、でもまあ静かな語り口だから、うん、ものすごいドラマティックにどんどん話が進むわけじゃないのに、うんずっと見続けてはいられる、ね、うん、まあだけどやっぱり起承転結の、うん、ドラマ性の高いね物語性の高いドラマが好きな人にはやっぱ物足んないでしょ、ね、ちょっと退屈で眠くなっちゃうかもしれない。でも逆になんかその行間とか深みとか余韻とか鑑賞後感とかね、うん、そういうものを求める観客にはもう絶好の映画だと思うんだよね、うん、まあこの辺が映画の面白いところでねどっちが別に優れてるってわけじゃなくその人がまあフェイバリットなお気に入りなね映画の世界観っていうのがあるのでまあ人によってはこれ評価は分かれると思うんだけどね。まあ柳川でね撮られてるんであの協定学校とかが、うんうん、あれも面白かったよね。ちょっとね、うん、やっぱりまた全然違う世界観の絵が突然入ってくるから、うん、なんかすごい不思議でしたね。多分これ監督があのロケハンかなんか行った時に、うん、
まあ、柳川っていうところはいいところで映画撮れるなと思ったけど、うん、そこにこういう協定学校みたいなのがあってっていうのに興味を持ったんじゃないかと思うんだよね。それで多分フィルムコミッションとかが協力されてね、うん、で協定学校も協力されてあれで撮影されてるんだと思う。そうするとやっぱほら世界の中に、うん、まあ、ちょっと異質な部分が入るじゃん。だそうするとあの有限な世界と現実な世界の融合っていうだけじゃなく、うんうん、その日常的にそのいわゆるそのいいね雰囲気のあることっていうだけじゃない、うん、その都市の面が見えてくるから、ね、よくだから日本に来る外国人が東京なんかでも過去とその未来の融合が普通の生活感の中にあるっていうのが面白いいいところだっていう人がいて、まあ、僕もローマなんか行った時にもう史跡みたいなところでみんな住んでるわけなんで、まあ、京都もそうだけど、うん、まあ、そういう柳川の持っているまあなんていうかないくつかの顔っていうのをやっぱり描くとなんとかな、世界観に深みが出てくるよね、うん、それで競艇選手ってほら小柄じゃないと体重制限とかあるじゃないですか、うん、でドンがいや方法あるよってなんて言うのかなと思ったら足切ればいいんだとかってあの辺がまたちょっとドキッとしちゃって昔そう来るかみたいな、うん、そう来るかと思って俺なんて言うのかなと思ったら足切ればいいじゃんってええー、みたいな。あの辺がほら巻き貝になっちゃってるのがなんかね、あと中国っていうのもあると思うんだけどね、転職とかいろいろあったしね、うん、カンガンは昔ほら切られたりしてたしね、怖ってなりますよね、うん、あれがほらただ協定学校扱うだけじゃなくてね、そういうのセリフを言わせるとこがなかなか監督のセンスを感じますね、うん、ということでこの世界観が複雑に深く濃くなるので、まあ、そういうなんか異世界な部分と現実世界と日常世界みたいな、まあ、そういう風なのがあるよね。あと歌も結構交錯するじゃない、うん、中国の歌と、まあ、この元々監督が詩人なんで、うん、結構中国の古い詩とかを映画に、モチーフとして使うけれど、今回もそういうのを使ってたよね、うん、それでいてその中野涼子さんが歌う日本の、あの古い歌とかね、はいはいはい、ニーニーさんが歌う今の、今じゃないちょっと前の歌とか、うん、まあ、いろいろそうやって歌も交錯させることによって世界観の複雑さと濃さみたいなものに出てくるので、そこがまたもうこのだから柳川っていう世界を使いながらやっぱ我々が生きている世界の複雑さみたいな、いろいろな顔を持っている日常生活というか、まあ、そういうのを描いていくことによってそれぞれが生きてきた今までの越し方とその恋愛の模様みたいなものがこう縦の糸と横の糸で交わっていく、これがなんかやっぱりこのチャンリュルさんのなんか描き方なんだろうな、2本しか見てないけどなんかそういう感じを受け取れるよ、ね、そうですね、うん、T さんはいかがでした。そうですね、なんか本当今おっしゃるとおり監督が詩人の方なので独特のこのリズムというかセリフの感じとか雰囲気があるので、すごいこのチャンリュル監督作品がすごく好きな方とかもいるでしょうね。ハマったらこれみんな見たくなるよね、大好きという方も、軍さんをまだ見てないんだけどさ、軍さん見たいよねなっていうぐらい、こう静かで美しくて綺麗な、残念なのは武蔵野がこれ今週で終わっちゃったんだよね、もう。ああ、そうなんだ、もう見れねえんだよ、またどっかでやってくんないと、ちょっと見たいよね、うん、ここまで見ちゃうとね、なんかちょっとそうですね一個見逃しちゃった感じはあります、うん、なんかそのパンフレットなんか黒いページは何だろう、そうなんだ、あのねこれちょっとこれパンフレットね、柳川、うん、あの監督インタビューとか池松壮亮君のインタビューはあるんですけど、うん、一個だけもね、この黒字に緑の字なんですよ、読めなくて、これはね、黒字に白だとあの池松壮亮君のインタビューは全然読みやすいんですけど、うん、監督のインタビューは、ね、本当に読むのが大変で、これはちょっと考慮していただきたかったな、ね、それは見づらいです、いや本当に読めないんですよ、なんで白いとこと緑とこは、白はインタビュアーの、うん、言葉で、緑が監督の、答えなん、でも、もう緑を読みたくてしょうがないんだけど、本当にこう結構なかなか大変です、これ読むの、読めないこれはちょっと考慮していただきたかったな、はい、まああれだね、淀川先生ならつねっちゃうねあんた読めない僕もつねられましたけど、あ、ほんと、うん、ちっちゃくて字が、うん、字がちっちゃいつねられましたけど、いや面白かったね、はい、うん、どっちが良かった、福岡と柳川どっちがお気に入り、それここで言ってもいいんですかね、うん、全然いいと思うよ、私は、まあ、あのフェイバリットとしては福岡ですね、あ、うん、
それ何なんでなの。あ、やっぱり途中から あれファンタジーみたいになってるっていうところが面白かったんですね、うん、あ、こっちの方がね、うんうん、T さんはどっちを。すっごい迷いますね。迷う、うんうん、どっちもいいよね。どっちもいいです、うん、でもなんか綺麗だったのは綺麗というか、ね、なんか、ね、印象がこっちの方が多分世界観は超深いんだけど、うん、でもその有限的なね、そのファンタジックなのは福岡だよね。そうそう、で福岡はあの女の人出てこないじゃないですか、うん、ああ好きになったね、その象形の相手ね。そうそう、うんうん、それがまたちょっといいなと思うんですね。あ、確かに。もちろんその柳川のそのニーニーさんすごい美しいんで、うんうん、あの現実でも出てこないことによる、そうそうそう、あロマンティックな、そう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 、うんうん、出てきてよって思う気持ちが出てくるのがいいなと思ってね。竹内、うん、さんどっちがいいの。難しいな。いや、ま、ずるずるずっこいよ、それはずっこいな。いや難しいな。しかもこれ1ヶ月経つとなんかまた判断が変わりそうじゃない、まあねまあね、今のところまあ個人的には福岡の方が良かったですね、うん、お気に入りってことだよね。でも すごい差があるわけではなくて、うん、どっちって言われたら、あでもフェイバリットだったらこっち、うん、ベスト10だったらこっちって感じかな、うん、どうですかその答えは。ずるいね。ずるいんだ。それもずるいの。すごいですよ。こっちの方が映画としては出来がいいと思うんだけど、うん、でもなんかこっちのね、そのさこちゃんが言った、うん、ファンタジックなとこも良かったよね。あとその何、象形の相手が出てこないですよね、うん、だから故に、あのなんか2人の男と1人の女が、あとそれに日本人の女性も絡んでね、あの街をたゆとうっていうね、それが出てこないがゆえに街をたゆとうっていうのがね、まあ良かったよね。そうね、なかなか難しいね。でも映画としてはやっぱこっちの方が出来はいいと思うんだけど、だからでもやっぱりね、弟がガンとかっていうのはちょっと俺はやっぱ嫌なんだよな。フェイバリットにならない。でもじゃないともう分かってますよ。フェイバリットにはならないと、ね、そうそうそう、だから物語としてはね、うん、そういう設定なんだろうなとは思うんだけど、ちょっと物悲しいじゃないですか、うん、そうだね。こっちはさ、そこまでないから、うん、いやでもなかなか良かったんで、ぜひ軍さんも見てみたいよね、うん、あとこの監督の前の作品見てないんで、うん、キョンジュとか、キョンジュヒョンとユニとか、春の夢とか、キムチを売る女、うん、もうぜひ見てみたいなと思いました、はい、ね、確かにこのチャン・リュール監督、うん、非常に独自固有な、うん、あの出自もね、なんだっけ、中国朝鮮族だったり、うん、まあ、特にそのカラの詩人が好きなんだよね、うん、カラの詩が好きなんだよこの方は。ご本人も詩人だし、まあ、そういうなんていうの、自分のそのアイデンティティのから醸し出されてくる世界観と視点はやっぱり非常に独特ですよね、うんうん、いや良かったと思う。なかなか味わい深い。これはあのね、課題作にならないと見ない人が、多分サコちゃん絶対見ない、見ないですね。Tさんも見ないよね、これ多分、ね、だからシネマサロンのおかげだね、はい、自分が始めたおかげだね。そうですね。でほらアートワークもさ、うん、あの池松壮亮君とかも特に使ってないじゃないですか、うんうんうん、その辺もなんか潔いなって感じがしますね、うん、雰囲気がいい、うん、柳川行ってみたいです、ね、行ってみたいと思ったっす。いや前から行きたかったんだけど、うん、やっぱりこれ見て余計行きたくなったな、うん、バーとかはね、実際グロットってそのままで営業なさってるみたいな、うんうんうん、はい、ちゃんとマスターも出てきたもんね、画面に出てきてましたね、うん、あとなんか中野涼子さんがやってらっしゃるね、うんうん、居酒屋の宮さんか、うんうん、小料理屋かなんて言うんだっけ、あの名前、うん、忘れちゃったな、なんか説明したもんね、あの名前は堀留めだ、え堀留め、堀留め、堀留め、あれも行ってみたいね、きっといい店なんだろうなと思った、はい、いい店だと思いますよ、美味しそうだったな、うんうん、はい、ということで本日はチャン・リュル監督の柳川について語ってまいりました、うん、はい、はい、ちょっとね公開規模がそれほど大きくはないんですが、うん、機会があればぜひご覧いただければと思います、はい、どうもありがとうございました。